フランス代表 FW ・キリアン・エムバペ24イコールパリ・サンジェルマンが17日に行われたジブラルタル代表戦に向けた会見で、ライカの挙手に関する質問への回答を拒否した。エムバペはライカまで残る PSG との契約延長を拒否してスペイン一部であるマドリードへフリーで移籍するとされている。ただ、アール・マドリードが消極的になっているとの報道もあり、 欧州内のメディアでイングランドプレミアリーグのリバプールやマンチェスター・ユナイテッドなどのビッグクラブが狙うと報じられた。そんな中、フランスメディア、レキップによると、エムバペは去就についての質問に、僕の将来はフランス代表チームにとって関係ないこと。あと10日間はフランスチームの選手でいたい。去就について、質問があれば、キャンパス、TSG のトレーニングセンター。 で聞いていてほしと答えたまたかねて出場を希望している来年のパリ五輪についてプレーしたいと思っているがそれを決めるのは自分ではない最終的には所属クラブが決める五輪出場を望まないのではあればそうすることになるエムバペの五輪出場を決定権はどのクラブが持つことになるのか